煉獄から脱出するため長きにわたり魔人王に挑み続けたメリオダスとバン。バンの新たな能力、そして自らの身を犠牲にしたワイルドによってそれぞれ煉獄から脱出する。現世へと戻ったバンは魔人族との戦いで力尽きたエレインを永遠の命と引き換えに復活させた。一方、マイルを仲間に加えたキングたちは一路キャメロット城へと急ぐ。やむを得ない。これが使命だ。この場を目指している。少しつかめてきたな。遠隔からの操作だと一度に一つの形態しか取れないか。何より魔力消費量が大きすぎる。早々に型をつけるしかないか。まずい。逃がさない。なんという威力だ。生意気ですね。何？攻撃が無効化された。原初の魔人よ、こいつは俺が引き受けよう。お前はエスカノールとマーリンを仕留めることに全力を注げ。なんという戦いだ。ここが巻き込まれるのも時間の問題か。ギルさんだ、今のうちに逃げるんだ。断る。こんな状態のマーガレットを置いて逃げるつもりはない。マエルは生きていた。あいつが不条の魔人族などに殺されるわけがないと思っていた。マーガレット。ヘンドリクセン、私をマエルの元へ連れて行ってくれ。リュドシエルさん。ご賞だ。あまりのショックに飛ぶことも歩くこともままならない。無様だろう。笑ってくれていい。だからお願いだ。おかわいそうに。パージ。マーガレット。翼の生えた男、マーガレットの体から分離したのか。じゃあこれが四大天使リュドシエルの本体。パージは魔を滅するのみの技にあらず、泥水から不純物を排除し真水に戻すことも可能だ。もっとも彼本体がここまで衰弱していなければ不可能だったろう。下手を打てば彼は私を警戒し二度と近づけなかったはず。ヘンドリクセン、あなたは初めからリュドシエルに心酔し尽くしてきたのもこうするつもりで。一か八かの賭けはうまくいったよ。さあマーガレット王女を連れて逃げるんだ。あなたはどうする気だ。ここに残るよ。私は罪を犯しすぎた。君の父上を殺害した挙句マーガレット様まで幽閉し君を苦しめてきた。それに彼を放ってはおけない。
最後に君の父上からの伝言だ。いつも見守っていると。さあ行け。ヘンドリクセン、私をよくも測ったな。覚悟ならできています。どうかこの魂と命尽きるまで私を器としてお使いください。私は死を恐れていません。なればあなたも存分に力を使うことができるはず。さらばだ、ドレファス。無駄な抵抗はやめておけ。お前たちに勝機はない。これでも無駄な抵抗。そろそろ気づいてもいい頃だぞ。ここへ向かっているのはお前たちだけではないことに。何？ねえエリザベス、気づいた？何かしら。私たちのずっと前を進むこの気配が。まさか。どうした、マイル？ゼルドリスは最初からこうなることを想定していたのか。狂気の淵にあった私、いやエスタロッサが手当たり次第に回収し取り込み、耐えきれずに自滅することまで。それじゃこの気配の正体がマエルから出た4つの怪言。怪言は一つに集まるほどに力を増し、自我すら持つようになる。そしてお互いに強い引力で引き寄せ合う。今キャメロットではメリオダスが5つの海軍を取り込んでいるはずです。海軍たちが目指す先はそれ以外に考えられません。それって超やべえんじゃね。うん、超やばい。止める手段はありません。そんな、海軍が全部揃えばメリオダスは本当に魔人王になってしまうわ。それなら大丈夫だよ。確かマーリンがメラスキラの海軍を持ってたはずでしょ。もう手遅れでしょう。隠していたメラスキラが勝手に。違う、海軍が何かに共鳴を。ついに来たか、ゲルタ。もうじきだ。新たなる魔人王の誕生だ。間に合わなかったか。最悪の展開ですね。諦めるのは早急だ。エラモトオイコーテイニアケソノクオノムルスコースオウナキジネテブスオエモッテ。マーリンソン、オデュサハ。あれはまさか金獣クロノコフィン。マユの時を停止させるつもりか。させんぞ。エスカノール、キング、頼む。私に12分だけ時間をくれ。何もかも終わりだな。いえ、マーリン殿ならきっと。まさかあの女が時間停止をも操るとは驚いたが。ウジニオウニココ。
術が完成する前に殺されるのは目に見えている。原初の魔人を止めるほどの余力は残っていない。あの霊槍とやらを遠隔操作している術者は相当の腕だが、化け物二人の攻撃を止めるのは至難の業だろう。そしてメリオダスが魔人王として目覚めれば我々の敗北は決定する。デュドシエル様、あなたがそんな弱気でどうするのですか。3000年前も女神族は人間を励まし導いたと、そう私はずっと教えられてきました。そう、人間たちに慕われ信仰を受けのぼせ上がっていた。尊大で自信に満ち、他者を駒としか思わぬ四大天使デュドシエル。だが全ては聖戦に勝利するためだ。たとえお前のように手のひらを返し私の元から去る者たちがいようとな。私は何をしてでもあの二人を救わなければなりませんでした。それが彼らの運命をもてあそんだことに対する贖罪なのです。まったく私も落ちぶれたものだよ。自分に心酔する者がまだいたのだと、まるで小僧のように有頂天になっていたのだからな。私はあなたを今も尊敬し崇拝していますよ。いい加減にしろ、もう騙されん。ドルイドにとって女神族は教義そのもの。何よりあなたは懸命に我々を勝利に導こうとしてくれたでしょう。まあ正直失望もしました。確かにご自分でおっしゃる通り、ギルとマーガレット様への仕打ちはあんまりでした。弟君の生存が分かってからのあなたの狼狽ぶりには思わず失笑しましたし。貴様、正直にものを言いすぎだろう。だから私はもっとあなたのことが好きになりました。あなたも我々と同じ完璧ではない存在だと分かって。私にそういう趣味はないぞ。ご心配なく、私にもありませんよ。それよりも早く私を器としてお使いください。あなたを崇拝するドルイドではなく一人の友としてお願いします。覚悟しろ、健やかなれ。自分のことは顧みず他人の世話ばかり焼くお人よしめ。デュドシエル様、あなたは今覚悟しろと。調子に乗るな。お前ごときの器では出せる力、かつて私にも友がいた。お前と同じくお人よしで他人のために命を捨て去ったバカな女神族が、死ぬなよヘンドリクセン。オニコネラウエトモポイラインニラウトモイフソヒスナークエトモリナーキジョニアケソノーク。デスドライブ。
もう…デスカノール、死ぬがよい。さっさと呪文を完成させろ。器なき状態でこの体がいつまで持つか保証はできぬが、こいつを足止めする程度のことなら保証してやらんでもない。リュドシエル、分かってはいたんだ。僕のような男が誰かを守ることなんて、おこがましいにも程があったんだ。僕のこの命を、この力を引き換えにしても構わない。誰か、誰でもいい。どうか団長を、マーリンさんを救って。エスカノール、まさかこんな形で再会しようとは。これも太陽の導きでしょうか。